はい、それでは皆さん、徳島の、バンダラティーラさんの、プレイが始まります。さっきやらせていただいたんですけれども、とてもダンサーの皆さん、本当に素晴らしいバンドが徳島にいたなってちょっとびっくりしました。はい、じゃあよろしくお願いします。Yeah.
ほどねダンスのお話をいっぱい聞いてこううずうずとしていると思うんですがどうですかどんどんねあの踊ってください、続いて踊りやすいダメねThank you.
私もそんな風にこう踊ってみたいです。こう2人でこうねペアになって踊るのがねなかなか難しいですよね。皆さんすごいです。もう結構長いことやられてるんですか？8年ぐらい。素晴らしい。誰のもかなわないと思います。ということでですね、次続いては皆さんよくね子供の頃ゲームをしたんじゃないかなという曲をね、一曲やりたいと思います。スーパーマリはい、トロンボーン。
の影のボスなんです。その名の通りボス、ボス。そして参りま す、まずはね、こちら男の子の方からトランペットウィキー、ウィキー。そしてね、今日はですね、大阪から駆けつけてくれました、元ね一緒にやってたんですが、今は大阪で活躍しております、トランペットアミコ、アミコ。ということでね、とりあえずただいまはフォンセクションの紹介をいたしました。そしてここからですね、ちょっとサルさんには珍しいギターをね、ギターの古川君を踏まえて、2曲ほどやってみたいと思います。次の曲は皆さんご存知でしょうかね、ミティエラという曲なんですけれども、すごく、ね、キューバのことを思ってね書かれた曲で、私も今すごく大好きな曲です。1曲聴いてください。ミティエラ。Vitória no tambor.
見てらお送りしました。続いてはですね、あの日本語のね歌謡曲の曲をね一曲サルサにアレンジ、ね、した曲をお送りしたいと思います。皆さんねきっと聞いたことがあると思うんで口ずさみながらこう踊っていただければちょっと切ない男女の物語ですよね。私はピアノという曲を。
ですね、今日は愛媛から駆けつけてくれました。いつもの呼び名ですね、ピアノなっちゃん。なっちゃん。そしてですね、もう一人愛媛から、ボンゴ、ボンゴジュンさん。もう一曲ね、ちょっと静かになったところ、もう一曲楽しい曲をねお送りしますので、ぜひあのこうダンスをしたことないなっていう方もぜひぜひもうどんどん踊って帰ってくださいね。そうだステップだけでもぜひぜひ。うちのメンバーも踊りますので、ユキですよ。
り出していただいて、こっちもテンション上がってきたんですが、実は次の曲が最後の曲で流れてしまいました。でもね、あのセリエクルーさんのねメドレーをもう思いっきり演奏したいと思いますので、皆さんも思いっきり踊ってください。
登場です。